はーいお疲れ様です元光ですす今回のお話なんですけどこちらの記事ですねスシローなど最大3000万円の賠償請求も迷惑行為動画拡散の大きな代償刑事では最大3年以下の懲役だというこちらの記事なんですけど今めちゃめちゃ話題になってるスシローのバカッターのお話なんですけどいろいろなめ回しをとかスシローペロペロ事件だっていうふうにも言われてるんですけど、まあ、完全に飲食テロ行為みたいな話なんですけど この事件に対し弁護士さんが答えてるんですけど、まあ、リアルな数字約3000倍の賠償請求があるんじゃねえのかっていう言及されてるんですよねで元光も動画で億単位とかもありえるんじゃねえのかって話してたんですけど、まあ、請求というより、まあ、おそらくここら辺がリアルな数字なんじゃないのかっていうは、ねえー、過去の事例とかもあるんで今回それについて見ていきたいのと,あとここね迷惑行為動画拡散の大きな代償っていうことで、まあ、これをするかどうかで めちゃめちゃ大きく額が変わってたぜっていう話ではあるんですよねそして、まあ、この拡散っていうところ、まあ、どこまでを拡散って入れるか分からないけど今の時事系 YouTuber とかももしかしたらスシローから訴えられるかもしれないっていう話なんでね今回見ていこうかなと思います元道のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということでこちらの記事をね、えー、元に見ていくんですけど外食店で客による迷惑行為の動画が SNS に投稿される事態が 相次いでいでる被害を受けた回転寿司チェーン大手スシロの運営会社は警察に被害届を提出厳正な対処をすると発表した SNS が普及して個人の拡散力が格段に大きくなったこともあり迷惑行為の代償も刑事民事の両面で大きくなると専門家は指摘するということです、まあ、専門家っていうのは今回弁護士さんなんだけどねで、えっと醤油差しの注ぎ口や湯呑みを舐め回す動画を拡散されたスシロの運営会社は 1>, 1日のリリースで。 警察に被害届を出ししたたと発表した当事者と保護者から謝罪を受けたとしたものの引き続き刑事・民事の両面から厳正に対処してまいりますとしたということで涙でね父親が謝ったっていう話もありますけどスシローはもう厳正に対処するぜっていう話なんですよねもうそんなの関係ねえよって俺たちは徹底的にやってやるって本気で行く姿勢なんですよ持ち株会社フフーーーーードライフカンンパニニズココポレートコミュニケーション部広報課は の内容などは具体的に決まっておらず、警察の捜査の都合もあるので、回答できることはないとしたということで、まだ具体的なね、民事の話とか、まあ、そこら辺はね、ちょっと回答できないよということです。で、被害にあった店舗では、湯飲みの洗浄や、醤油ボトルの入れ替えを行った一部の店舗で、席とレーンの間にアクリル板を置くなどの対策を順次講じる。お寿司を流すのを控える動きは少し見えてきているというということで、もうちょっとレーンやめようぜって。 いう話になってるわけですね。まあ、回転寿司の文化が壊れそうなんですよ。で、こうした迷惑行為はどんな刑事罰を受けることがありえるのか？元東京。 特捜部副部長の若狭弁護士は一般的に偽計業務妨害罪や信用毀損罪で最大3年以下の懲役または50万円以下の罰金に問われる可能性もあるということなんですけど、まあ、ただ、まあ、ただ今回の影響での刑事罰ってこれだとちょっと弱くねって感じるんですよね、まあ、多くの人が思うと思うんですけど SNS などに動画を投稿し店が不衛生などとコメントすると名誉毀損罪に問われると 壊れることもあると指摘するということで、まあ、これやった本人だけじゃなくて、そういうね、えー、動画を投稿してコメントとかするだけでも、まあ、可能性としてはあるよというふうに言われてます。で、民事での損害賠償請求はどの程度の規模が考えられるのか、高橋弁護士は備品の交換、消毒費用、風評被害やブランドの毀損による売上減少の逸失利益、株主やメディア対応の人件費等のコストも勘案されると、えっ、ー、とそして スシローレベルの企業の規模感で最大2000万円から3000万円の請求を受ける可能性があると見解を述べるということでね、まあ、ネットでは億単位じゃねえのかとも話題にはなってるわけなんですけど中には100億円だっていう話とかもあるんですよねでも弁護士の見解としてはこれぐらいがね最大なんじゃないのかということで、まあ、リアルな数字が突きつけられてるわけなんですよで、まあ、元光も、ねまあ、ここら辺の可能性 まあ請,求は請求に関してはそれは億単位でもできると思うんですけど最終的にどう結果がなるかっていうと、まあ、ここら辺がリアルな数字なんじゃないのかなと。 思ってますっていうのも、まあ、過去にね、えーまあ、唯一バイトテロでどうなったか、えー、その請求額がどうなったかっていう事例があるわけなんですよっていうのが、えー、こちらのバカ、えー、ったバイトテロの話なんですけど蕎麦屋さんの食洗機でこうやってね、えー、写真撮ってふざけてるそれが拡散されて炎上してお店が、えー、閉店になったよって閉店になりましたっていう蕎麦屋さんのお話があるわけなんですよ。 でねこの時どうなったかっていうのをこちらのね過去の記事であって店主の小川純子さんが当時の被害を語るということでね蕎麦屋さんの店主さんが言ってて炎上した翌日お店に行くともう電話は止まない状態でした着信ナンバーを見ると全国から野獣馬のごとく電話がかかっていることが分かりました、えー、常連さんからもお叱りの声を受けましたあの写真を見た不衛生じゃないかお金を返してほしいと言われましたそれはこういういいになるよねいや現状今 私はまず主犯格の男の子を呼びました何でこんなことをしたのか聞いても舌を向いてスマホをいじってましたもう何を言っても駄目だなと思いましたねということで全く反省の色なかったわけですよ。反省の色がまるでないい様子に子さんさは呆れたという 投稿の約3ヶ月後、店は閉店に追い込まれ、破産と、そして当時の負債は3300万円、まあ、それぐらいの損害を受けてるわけなんですよね。で、負債額が3300万円なだけであって、もっとね、えー、まあこのお店を畳んだりして、えー、受けた被害っていうのは、もっともっと大きいと思うんですよ。で、えー、さらに、ツイッター投稿が破産の引き金になったことは明らかだった。それはそうだよね、どう考えても。で、えー、純子夫人側は、アルバイト従業員の玉大生たちに、 1> 計1385万万円円の損害賠償をを請求する裁判を起こし約200万円で和解になったというえまず負債だけでも3300万円あってそれをね計1385万円の損害賠償請求をするという話になったんですけどその後解決した時にはなんと200万円の和解っていう形になってんですよ。えって いやまあ回収って言葉があってのかどうか分かんないけど、あのー、200万円しか回収できなかったんだよ負債は少なくとも3300万円この話がなくてお店をそのまま営業できてたらもっと利益出てたと考えるともっともっとでかい話なんですよ損害額ってなのに200万円で終わっちゃうんだよで裁判所がそろそろ和解したらどうかということで金銭的には要求した10分の一ほどでした最後まで謝罪は聞けませんでしたねとこんな反省の色もないような状態でこんなことになるんだよ 今の司法自体がかなりやばいっていう感じはあるんですけど、まあ、ただ現状でこういう風な形になってしまうわけですよ。よ、ねまあ、今回 なんで、まあ、かなり規模が違うということで、まあ、それはね、うん千万円とか、えー、その蕎麦屋さんが200万とかだったら、スシローさんだと2000万円とか、1000万単位とかっていうのは全然考えれるんじゃないのかなと思うので、まあ、リアルな数字でここらへんっていうのは確実にあり得るんじゃないのかなと、元光は思いますね、まあ、これ以上だと元光は思いますけどこ、ね、この弁護士さんはね、最大これぐらいっていうふうに言われてます。 でね弁護士さんはもう一つ見解を述べてくれてるんですけど一方仮に SNS の拡散がなければ多くても数十万円程度ではないかと高橋そうだからこのね SNS に投稿するっていうことがめちゃめちゃ大きな話になるわけなんですよ、まあ、もちろんこの行動することが良くないよこんな迷惑行為するのは良くないことなんだけどでもその損害賠償の金額からすると、えー、その拡散するっていうことに重きがあるわけですようん。 ここら辺がデカすぎるそして今のバカッターたちは簡単に、えー、この SNS の拡散をしてるわけだからまさにバカッター状態なんですよね。自らそれをね、えー、わざわざ SNS ネットに上げることによって莫大な請求を負う可能性があることをやっちゃってるわけなんですよ。 まあ、とはいえね、えー、だからといって、まあ、動画投稿しなければ、ふざけたことやってもいいわとか、そういう話でもないからね。まあ、でも、ここら辺がポイントとなってくると弁護士さんは言ってます。そして、騒動に乗じて、過去に投稿された動画が拡散するケースもある。スシローでは、客が卓上の茶の粉末を共用スプーンで口に含み、蒸せる動画が拡散されたが、過去の動画で対応などについては差し控えるとのことだったということで、もうこんなのとかやべえのあるぜって、みんなね、えー、1年 前の動画だとか、えー、半年前の動画だとか、いろいろね、発掘されてるわけなんですけど、まあ、それに関してはね、一旦スシローは、えー、これ対応を控えるというふうに言われてるんですよね、まあ、もちろん今後、えー、徹底的にやっていく可能性はあるかもしれないけど、まあ、この1つのことをね、あの追及するだけでもかなり大変なんで、まあ、ここら辺追いついてないのかなとは思いますで、えー、前室の高橋氏は、再度拡散した側が、損害賠償の一部を請求される可能性もあるとしたという。 ということで、まあ、そのその例えば1年前にバカッターが上げてた動画を、えー、拡散した見つけてきて発掘して拡散した人っていうのもこうやって請求される可能性があるぞというふうな話をしてるんですよねで、まあ、この拡散っていう話で言えば、えーまあ、元光も含めなんですけど g k 系 YouTuber の人たちももちろんこの、えー、側に入ると思うんですよ。 まあそうした人たちも弁護士の目線からするとこれアウトだぞーっていうようなことを言われてるわけなんですよね。まあ、もちろん元光もその責任があるっていうのは分かります。まあ、ただですね、多くの人が利用してる回転寿司、まあ、飲食店もそうですけどそこを怪我されてるんで、まあ、それに対してね、えふざけんなーって声上げてこんなやつがいるぞーってなるのは自然かなと元光は思いますけどね。で、まあそれと、まあ、また、ね、それ発掘してきて拡散した人に対して寿司法が まあその権利としてね損害賠償だーっていうことはできると思いますけどもしえまあそのね再度拡散した人まあ大概がえこんな動画ありましたらふざけんなと思いますみたいなえいうことだと思いますけどそういうことを えー、ツイートだとか、まあ、YouTube 動画とかで話してる人に対してお前らが悪いんだってスシローさんが訴え始めたら、まあ、かなり逆に反感を買うというような形になっちゃうと思いますけどね、まあ、とはいえ、まあ、こうした、えー、発掘してくる人であったりいろいろそうやって拡散する人っていうのは基本的には多分スシローさんにもっとよくしてほしいとかもうこういうやつどうにかしてほしいっていう思いだと思うんであのどちらかというとスシローさん応援側のはずなんですよね。でまあ、そうした、えー、スシロさん 応援しますよみたいスシローを救いたいっていうそんなタグもめちゃめちゃ出回ってるわけなんですよ。まあ、そのおかげでねスシローさんもそれに応えてるわけなんですけどたくさんの応援の声をいただきたくさん大変ありがとうございます。涙が出るぐらい感謝の気持ちでいっぱいです。うまい寿司を安心してご提供するために我々ができるお客様に精一杯を実施していきます。ということであきんどスシローの社長が、まあ、こうやってありがとうございますって感謝をツイッターで伝えています。こちらリツイートといいいねねさせていただきます、ね、あ元々、ねツイッター やってるんでもしししししよよかったたらフォローをしていいいだけると嬉しいんでよろしくお願いしますまあ、なので動画発掘したりだとか、まあ、それを拡散してる人っていうのは基本的にスシローさん回転寿司が好きでまた行きたいからこそスシローさんちこれなんとかしてくれよっていう思いだと思うんでまあ、おそらくねさすがにそう権利はあっても賠償をし、まあ、とはいえね、えー、再度拡散した人っていうのがこういうことやってるからもう回転寿司なんて行かないようにしましょうみたいな、えー、ま不買運動みたいなことをやっちゃったらそれは話が違うとは思います けどねはいまあ、ということで今回は、まあ、こんなね弁護士さんがリアルな数字答えてくれてるっていうようなお話でした皆さんの意見もね是非お聞かせいただけたらなと思います本つのチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったら是非チャンネル登録もよろしくお願いします本日もごご視聴ありがとうございました